皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。小学校6年生の算数、今回は分数割る分数の計算について説明します。この分数割る分数の計算は割る数、後ろの方ですね、これを逆数にして掛け算にして計算して答えを出します。では最初に逆数を復習しておきましょう。この逆数というのは掛け算をしてその答えが1になる2つの数の組み合わせでした。では3つを例にとって復習します。括弧1、3分の2の逆数です。これ分数の場合は簡単でしたよね。分数の場合は分母と分子をひっくり返すと、上と下をひっくり返す、これで逆数になります。ですから3分の2の逆数といったらこれは、2分の3になりますね。では4の逆数、整数の場合はどうでしょう。これも4を1分の4、こういう分数と考えます。ですからこれを上と下ひっくり返す、4の逆数は4分の1、こういうことですね。括弧3は 0.3 です。小数ですね。小数は分数に直して逆数にします。 0.3、 小数第1、10分の1の位が3ですから 0.3 は10分の3です。逆数は上と下入れ替えて3分の10、このようになりますね。逆数の復習が終わったところで実際に分数割る分数の計算4問やってみます。括弧1、7分の2割る3分の4です。前はそのままです。7分の2かける掛け算にしたらこの3分の4が逆数になって4分の3になります。分母と分母、分子と分子掛け算するんでしたね。ですから下は 7×4、上は 2×3、 こうなります。ここで2と4は約分できますね。約分は計算の途中でやる、これが原則でしたね。ここで約分しちゃいます。2は1になりました。4は2になりますね。そうすると分母は7×2=14と、そして分子は 1×3=3 と、答えは14分の3になります。ここではこの真ん中の部分ですね、一つにまとめた部分を作りましたけれど、ここから後ろはここの部分から答え引っ張っちゃいます。2番です。4分の5割る3分の2、これは4分の5かける逆数にして2分の3ですね。ここでは約分はありませんから、そのまま計算します。分母は4×2=8と、分子は5×3=15と、仮分数でよければこのままですね。対分数に直すと1と8分の7です、ね、これは学校の先生がね、対分数に直しなさい、仮分数のままでもいいですよと、どちらをね、指導しているかわからないので両方とも書いておきます。括弧3番、1と5分の1割る1と3分の1、対分数ですね。対分数の割り算、これは仮分数に直してから計算します。ですからここは、ちょっとここかかっちゃうので少し下にしますね。1と5分の1は5分の6ですね、割る1と3分の1は3分の4です。ここで掛け算にします。5分の6かける4分の3ですね。6と4、これ約分できますから約分します。2ですね、6は3ですね、と下は5×2=10、分子は 3×3=9 と、これ10分の9が答えになります。4番、2割る6分の5と、
これは2かける5分の6になりますね。よろしいですか。で、2はこれ1分の2のことですから、下はインゴが5と、そして上が2612と。仮分数でしたらこのままで構いません。対分数に直したらこれは2と5分の2と、こういう答えになるわけです。今回は分数割る分数の掛け算の基本について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。